ねえねえターボチャージャーちゃん。どうしたんだ？自然吸気ちゃん。ロードスターの人気グレードだった 990S って、いつの間にか廃止になってたんだね。今頃気づいたのか。昨年秋頃には生産終了となっていたぞ。魅力的なグレードだっただけに、生産終了になるのは惜しいね。まあ確かにな。ロードスターの最大の特徴である軽さに重点を置いていて面白いグレードだった。だがそう悲観することはない。どうして？ロードスターには今後も 990S に負けず劣らずの、面白いモデルが登場することが確定しているからな。990S に負けず劣らず。それって相当ハードル高いと思うけど、本当にそんなモデルが登場するの？軽さに特化した 990S とは微妙に方向性が違うが、おそらくロードスター史上最強モデルになるだろう。そんなにヤバいやつが出るのか。最近のマツダは尖ってるね。というわけで今回は史上最強の ND 型ロードスター、マツダスピリットレーシング RS コンセプトを解説するぜ。よろしくお願いし、マツダスピリットレーシング。分キャス。まずはマイナーチェンジを実施する、ロードスターを軽く紹介しておこう。マツダロードスターの現行型にあたる ND 型は、2015年に発売されてすでに8年が経過している。しかし年次改良によってアップデートされてきたので、大規模のマイナーチェンジは今回が初といった状況だ。あと2年で販売期間は10年か。なかなかのロングセラーモデルだけど、正直そこまで古さは感じないよね。ああ、そうだな。ND 型ロードスターは本当に色あせない。だからかマツダは今回のマイナーチェンジでも、外観デザインをほとんど変更していないんだ。思い切った決断だな。一般的には目新しさを失うことを恐れて、外観デザインを刷新することが多いけど、マツダの自信の表れかな。外観デザインのかっこよさも魅力的だが、ロードスターの本質はそこじゃないからな。でも外観デザインが変わってないなら、どういうところがアップデートされたの？外観デザインも全く変わっていないわけではなくて、例えばヘッドライト衣装がスタイリッシュになっている。ほんとだ、なんかシャキーンって感じ。テールランプの造形も立体的になったし、目新しさはなくても質感は向上している。またインテリアやホロに関しても新カラーが追加されているようだ。おしゃれですなー。走行性能は変化ないの？どちらかというと今回のマイナーチェンジは、走行性能の進化や先進安全機能の充実が主だ。MT 車にサーキット走行向けの制御モードを追加したり、電動パワステに改良を加えたりと変更点は多岐にわたる。新開発の LSD 技術アシンメトリック LSD を採用したことで、コーナリング時の安定性や軽やかさが格段に向上しているし、エンジンも 1.5 リットルと 2.0 リットルそれぞれに独自チューニングを施し、加速の伸び感やアクセルレスポンスを強化しているそうだ。うおー、山盛り海鮮丼じゃん。昨今の物価高などの影響でベース価格は20万円近く上がっているが、マイナーチェンジの内容を考えるとそこまで高くなった気はしない。今でも最高に楽しい車だと思うけど、これからも進化し続けてほしいね。その心配は無用だ。マツダにとってロードスターは特別な存在で、この車はこれからも絶えず進化し続けるはず。今回の東京オートサロン2024での発表は、それが改めてわかる内容になっていたぞ。東京オートサロン2024は新スポーツブランド、マツダスピリットレーシングの発表と、マツダ3のハイパフォーマンスモデルにあたる、マツダスピリットレーシング3コンセプトの発表がメインじゃないの？前回の動画ではマツダスピリットレーシングの詳細、そしてマツダスピリットレーシング3コンセプトについて考察しているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてほしいのだが、あえて言うなら今回の目玉はロードスターの方だろう。ロードスターも出展されてたのか。実はそうなんだ。前回の動画では言わなかったけどな。それで私はこう思った。マツダはもうダメだ。それトヨタにも言ってなかった？そういえば言った気もするな。なんでマツダはもうダメなの？マイチェン後のロードスターが発売目前にもかかわらず、マツダはロードスターの高性能モデルを初披露したんだ。さすがに尖りすぎてないか？確かに普通だったらお祭り期間とはいえ発売目前だし、マイチェン後モデルを中心に反則すべきではあるよね。マイチェン後のロードスターが楽しみで、すでに事前予約している人もいるわけで。そういう人たちの中には今回の発表で、今日をそがれたという人もいるんじゃないか。それならマイナーチェンジを発表した時に、東京オートサロンでの内容を同時発表するとか。
マイチェン後モデルの発売から1年後に、発表するタイミングを遅らせるとか、そういう配慮があってもよかったと個人的には思うな。シンプルな説教で草。なんかトヨタの時は進化型 GR ヤリスが変態すぎて、トヨタはもうダメ褒め言葉って感じだったのに。今回はガチのダメ出しみたいになってて、私としてはめちゃくちゃ反応に困るよ。まあそれだけロードスターの高性能モデルが魅力的すぎるとポジティブに解釈してほしい。それに私が考えすぎているだけで実際は。やったー、マイチェン5モデル来たー。今も ND 型ロードスター乗ってるけど、マイチェン5モデルに乗り換えたろわら。早速事前予約したけど高性能モデルも来たわら。こっちも買っちゃおう。推し活がはかどるはかどるわらわら。という風に思ってるかもしれない。まあそういう人もいるかもね。てかそこまで言うってことは、そんなに魅力的なんだ。めちゃくちゃ魅力的だぞ。ロードスターに高性能モデルって、いまいちピンとこないんだけど。その高性能モデルも進化型 GR ヤリスほどではないが、変態カーオブザイヤーにノミネートされるレベルだ。そんなにすごいのか。マツダスピリットレーシング RS コンセプト、それがロードスター高性能モデルの名称だ。うわかっこよすぎる。こんなかっこいい車をマイチェン5モデルの発売直前に発表するなんてマツダも罪深い。この車はマツダスピリットレーシングブランドの第一弾にあたり、市販化を前提に開発を進められている。見た目をかっこよくするのは、マツダの得意分野だからね。でもこんなにかっこよく仕上げるなら、中身も相当すごいものになってないと。日本全国、いや世界中の車好きからがっかりしゃだって怒られちゃうよ。ハイパフォーマンスモデルだぞ。中身については後でいろいろ話すが、すごいものに決まっているだろ。ありがたや。まずは外観デザインを簡単に紹介していくが、車両自体は普通のマイチェン5ロードスターだ。ブルーグレーのボディカラーが似合いすぎてて、8年も前に登場したとは思えないかっこよさ。フロントグリルにはマツダスピリットレーシングエンブレムが追加されていて、従来のマツダエンブレムはブラックアウトされている。そしてバンパー下部のレッドストライプなど、このあたりはマツダスピリットレーシング3コンセプトと共通の衣装だな。デザイン言語と呼べるほどの個性はないけど、これが今後マツダスピリットレーシングのアイコンになるんだろうね。リップスポイラーはセンターに切れ込みが入っているが、国産車ではあまり見かけない造形なので目新しさがある。ボンネットストライプを張ってるからか、普段よりノーズが長く見える気がする。続いてマツダスピリットレーシング RS コンセプトのサイド周りを見ていくが、こちらも普通のロードスターとほぼ同じデザインだ。でもかっこいい。スポーティーに仕上がってると思うし、レッドのアクセントがオシャレだね。横方向に広がりを持たせたサイドステップも、リップスポイラー同様あまり見かけない形で。シンプルながらも主張があって、個人的には好きなデザインだな。6スポークデザインのアルミホイールとかも、マツダスピリットレーシング3コンセプトと共通性を持たせてるのか。リア周りはどんな感じなの？トランクリッドのストライプ、車名右側のマツダスピリットレーシングエンブレム。中央に切れ込みが入ったリアバンパースポイラーなど、リア周りに関してもシンプルにまとまっている印象だ。そもそもベースの時点でかっこいい車なんだから、いろいろつけてガチャガチャさせる必要はないんだよ。マツダスピリットレーシング3コンセプトは内装も変わってたけど、もしかしてこの車も変わってるのかな？もちろんだぜ。マツダスピリットレーシング RS コンセプトの内装デザインは、インパネ形状などは普通と同じだが、至る所がスエード張りになっていて、上質感とスポーティー感が向上している。すっごい贅沢だね。細かいところではシルバー加色を用いていた部分が、全体的にブラック系のパーツへと変更されているぞ。さらにステアリングホイールはもちろんのこと、シフトノブやサイドブレーキもスエード張りだ。スポーツ走行中に触れる部分だし、やっぱり手触りとか大事だよね。あれ？なんかセンターディスプレイまででっかくなってる気がするけど、大型センターディスプレイに関しては、マイナーチェンジ後に採用されている。そのためマツダスピリットレーシング RS コンセプト専用とか、そういうわけではないので安心しろ。シートもレーシーな感じ。レカロ製のバケットシートだが、マツダスピリットレーシングの刺繍入りで特別感があるな。コンセプトモデルとはいえハーネスまであるなんて。これはもうサーキットを走れって、マツダに言われてるようなもん。そうだな。実際マツダスピリットレーシング RS コンセプトは街中からサーキットまで楽しく走れる車を目指して開発が進められている。開発テーマは基本的にマツダスピリットレーシング3コンセプトと同じで、従来モデルよりさらに人馬一体を追求しつつも、
普段使いでも上質な乗り味を実現するなど、万能なスポーツカーに仕上げるとのことだ。でもそれって普通のロードスターの時点で、十二分に実現できてることだと思うんだよ。まあそれはそうだな。どうやって差別化するつもりなんだろう？マツダスピリットレーシングブランドの第一弾として発売するなら、相応のインパクトが必要になるだろうし。マツダスピリットレーシングブランドのスポーツカーとして、速さと質感にこだわるマシンだ。質感に関しては内外装デザインを見る限り、多くの人が満足できるレベルに到達している。問題は速さだよなぁ。ぶっちゃけロードスターって、そんなに速い車じゃないから。速くないのに最高に楽しいってのが、この車のすごいところなんだけどね。だがマツダはこのマツダスピリットレーシング RS コンセプトに、相当な自信を持っているみたいだぞ。まさかめっちゃ速いとか。ってそんなわけないか。速さがどの程度なのかはわからないが、おそらくマツダスピリットレーシング RS コンセプトは史上最強だ。え、もう一度言うぞ。マツダスピリットレーシング RS コンセプトはおそらく、史上最強のロードスターだ。マジですか。運転の楽しさ随一のライトウェイトスポーツカーが、速さまで手に入れたら一体どうなっちゃうの。ND 型ロードスターのソフトトップ車はスカイアクティブ G1.5、電動ルーフの RF はスカイアクティブ G2.0 を搭載しているんだ。平排気量にも違いがあるのか。確かに電動ルーフって重そうだから、警戒感を失わないためにも必要かもね。ソフトトップ車のスカイアクティブ G1.5 は、最高出力136馬力最大トルク 15.5kg だ。130馬力ポッチで抜群に楽しいんだから、やっぱりロードスターってすごいなぁ。そして RF が搭載するスカイアクティブ G2.0 だが、最高出力184馬力最大トルク 20.9kg だ。ロードスター RF のエンジンって、そんなにパワフルだったのか。もしかして RF だけターボ車とか、そういう形で差別化してるの？どちらも直四の自然吸気エンジンだぞ。まあそうだよね。もし RF が 2.0 リッターターボだったら、今以上に出力差ありそうだし。マツダスピリットレーシング RS コンセプトはソフトトップ車だから、スカイアクティブ G1.5 を搭載してるんだよね。まあ普通はそう思うよな。え、じゃあまさか。そのまさかでマツダスピリットレーシング RS コンセプトが搭載するのは、2.0 リットルのスカイアクティブ G2.0 になると明言されている。きちゃー。つまりソフトトップ車の特徴である軽量ボディに、184馬力の 2.0 リットルエンジンが乗るってことでしょ？そういうことになる。あれ？やばくね。誰もが夢に見たロードスターベースのカットビマシンが完成しちゃってる。ND 型ロードスターの車両重量って、最も軽いやつでどのくらいだっけ？ベースグレードの S が最も軽く、車両重量は1010キロとなっているぞ。1.5 リットルと 2.0 リットルでエンジンの重量差がどのくらいあるか知らないけど、マツダの頑張り次第では、1100キロ以下も夢じゃない。最高ですか？実を言うと北米市場向けのロードスターには、ソフトトップ車にもスカイアクティブ G2.0 があって、その車両重量は1060キロからと、すでに軽量に仕上がっている。1060キロのボディに184馬力のエンジンって、1990年代のホットハッチじゃあるまいし、EK9 が185馬力1070キロだから、数値だけで言えばほぼ同じだ。令和にそんな代物を。マツダにはドン引きだよ。変態自動車メーカーが多くて、日本人の私たちは幸せ者だな。よく考えると以前から北米で販売されてるんなら、もっと早い段階で日本に持ってこれなかったの？できるかできないかで言えば、おそらく簡単にできたはずだ。じゃあもしかしてマツダって、よそではすでに実現できてたものを。さも今ようやく実現できましたってな感じで宣伝してるわけ。そのやり口ってどうなのさ？それは違うぜ自然吸気ちゃん。北米市場はアメ車を見るとわかると思うが、とにかくパワフルなエンジンが受けるんだ。大排気量 V8 とか大好きだもんね。雑に言えばパワフルなエンジンさえあれば、他は二の次でも構わないという人が多い。だが日本の車好きならよく知っているように、ロードスターというのはそういう車じゃない。非力なエンジンをしっかりと回して、パワーを使い切る楽しさがあるよな。確かにそれはそう。小排気量エンジンは軽さにも貢献し、マツダが掲げる人馬一体につながる。つまりマツダはロードスターのエンジンには、スカイアクティブ G1.5 が最適と思ってるってこと？その通りだ。だからスカイアクティブ G2.0 を求める声が多くても、かたくなにスカイアクティブ G1.5 にこだわり続けてきたんだ。職人かたぎなマツダだからこそってことか。
悪く言ってすまんかった。今回のマツダスピリットレーシング RS コンセプトは楽しさよりも、速さの方に重点を置いているのだと思う。過激な車の方が楽しいという人だっているし、じゃあ要望に応えてみようという判断だろう。だから日本向けのソフトトップ車にスカイアクティブ G2.0 の搭載が実現したのか。決して日本市場を軽視しているわけではなく、その証拠としてサプライズがもう一つある。サプライズ。マツダスピリットレーシング RS コンセプトが搭載するスカイアクティブ G2.0 は、RF や北米向けの車両よりもパワフルになるんだ。なんですと。やるからには徹底的に、ということなんだろう。現在マツダスピリットレーシングが参戦しているスーパー耐久のロードスターは、最高出力200馬力最大トルク 22.4kg となっている。マツダスピリットレーシング RS コンセプトにはスーパー耐久に参戦したことで、培った知見や技術が惜しむことなく投入される予定だ。ちょっと待って。だからといってマツダスピリットレーシング RS コンセプトがそうなるとは限らないと思うけど。ちゃんと根拠もあるぞ。自動車メディアカーグラフィックの YouTube で、開発人がインタビューに回答しているのだが、マツダスピリットレーシング RS コンセプトの最高出力を市販化までになんとか、200馬力近くまで持っていきたいと明言しているんだ。それは朗報すぎる。だからこれからのマツダの頑張り次第ではあるが、マツダスピリットレーシング RS コンセプトが搭載するパワーユニットは、2.0 リットル直列4気筒自然吸気エンジンでほぼ確定、スペックも200馬力 22.4kg に近くなるだろう。リッター100馬力で車両重量も軽いって、マジで本格的なスポーツカーじゃん。間違いなく速い車になるよ。だからロードスター史上最強と言ったんだ。駆動方式は 99.9% の確率で FR だし、6MT との組み合わせも期待できる。現時点での詳細は不明だが、足回りなども改良するそうだ。とんでもねえ。あとは車両重量がどうなるか気になるが、1g 単位で軽量化するマツダのことだ。もはや異常とも言える執念で軽量化を施すことは間違いなく、様々な改良を施した上での車両重量 1200kg 以下、もしかしたら 1100kg 以下も実現できるかもしれん。それもうスーパー耐久の参戦車両をそのまま販売してるようなもんだよ。大丈夫かな？車両価格1000万円とかになるんじゃ。現行ロードスター RF の車両価格は、約380万円から431万円となっている。この価格設定を見る限りだと、500万円を超えることはないはずだ。だけどマツダスピリットレーシング RS コンセプトは RF より、パワフルで走りも良いんでしょ？それはそうだが RF は電動ルーフがあるから、その影響で価格が高くなってしまっている。マツダスピリットレーシング RS コンセプトはソフトトップ車のため、車両重量だけではなくて価格も抑えられる。そうだと良いけど、単なる予想なので鵜呑みにして欲しくはないが、価格は400万円から450万円程度が妥当だと思うぞ。いややっぱり450万円から500万円くらいか。弱気で草。もちろんレカロシートをはじめとする、高級装備もオプションになるはずだ。装備もりもりで高級車化したロードスターなんて、誰も望んでないと思うからオプションで良いよ。まだコンセプトカーということで、発売時期は明らかになっていない。だがもともとすでに販売されている車両の強化版であることや、内外装デザインがほぼ完成しているということを考えると、開発が順調にいけば2024年内、遅くても2025年には発売するはずだ。何の見通しも立ってない車両を披露しないと思うし、開発も佳境に差し掛かってると考えても OK だよね。史上最強のロードスター、早く試乗してみたいな。ということで、今回はこれで終わりだ。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の高評価も待っているぜ。それじゃあ、またね。